ヒゲハリスゲ族カブーリナは、カヤツリグサカに含まれる小型の双本の群である。スゲ族に似るが、家宝が袋状にならない。小型の多年草で、多くのスゲ族と同様、細い葉を根室状に出す。家系の先に多数の小房をつける。花序は、大抵は、細い水上花序をなす。小花は単成。お花は輪ペンに包まれたお寿司べ三本からなる。雌花は、 輪片の内側に、めしべがあるが、その間、主軸の側にもう一つの輪片があり、めしべを覆うように発達する。その程度は様々で、包み込んでいるだけのものから、反対側で互いに融合して筒状になるもの、さらに融合が進んで、袋状になり、口の部分が斜めに裂けている程度のものまである。また、下方の内側から、枝が伸びてさらに花をつける例もある。学名は、 ドイツの植物採集家であるポールでコブリスにちなむ。和名は日本産の種の細くて硬い感じから牧野富太郎が命名したものである。ユーラシア大陸の高地と極地に分布する。特にヒマラヤ地方に種が多い。種数は30ほど、ただし文献によって差がある。日本では北海道と本州の鉱山にヒゲ張りすげかぶりなベラーディの一種の実が生育する。 蒸気のように、この属は、スゲ属と禁煙とされる。スゲ属は、非常に多くの種を有する群で、その重要な特徴として、花宝がある。スゲ属の芽花では、外を覆う輪片の内側に、袋状内し、この膜状の構造を、花宝という。花宝は花皮に由来すると考えられたこともあるが、宮間樹杉のように花宝の内側から、新たに枝を伸ばす例があり。 むしろ過剰の基部の小包みに由来すると考えられている。つまり、菅の雌花一つは、本来は複数の花をつける枝であったものが、そのほとんどが退化して雌花一つが残り、それが過剰の基部にあった全容に由来する袋に収まり、その基部にあった輪ペンに覆われたものと考えられる。かやつり草かにおいて、このように小花が複数の輪ペンに覆われるものはあまりない。 その中で、ヒゲハリスゲ族のものは、スゲ族のものに構造的にごく近い。しかも、臨辺が完全な花宝の形でなく、背面で開いていること、花宝の内側から枝を出して、小花をつけることなど、スゲ族では退化して見られない構造が多く残っている点で、より原始的なものと考えられる。このような構造を持つ軍は、この他に、アフリカ東部の昭和キシフィアム、 オーストラリアニュージーランドから、南アメリカのウンキニア族ウンチニアがあり、まとめて、スゲアカスゲレンにまとめられる。以下、種として、サタケホカによる、サタケホカ巻きの、サタケホカでは30近く、小山では35、カ山は50としているこの章は小山による。ありがとうございます。